さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。というわけで今回はこのゲルド砂漠入り口からスタートしてレンタザラシを借りて、そして西のこのカラカラバザールの西側にある亀裂あたりを目指していこうと思ってます。怪しいところが結構あるね。いっぱいある。一応カラカラバザールは灯台があるからまあ大丈夫かなとは思いながらも、一応ピンは打っておこうかな。あとはここか。怪しいところはどんどんピンを置いておいて、よし、ピンの代わりにこうやってスタンプを置いておくのも悪くないかも。祠はミニマップに表示されるけど、スタンプはどうなんだろう。あの砂嵐、砂塵に入った時にね。よし、まあとりあえず。バーサーク。はーい。借りる。まあ。普通の砂ざらし。おや、盾を持っていないのかい？砂ざらしに乗るには盾が必要なんだよ。盾もつけるなら合わせて50ルピーだけどどうする？盾をつける。なんだい、盾ならポーチいっぱい持ってるじゃないか。バレました。だったら盾を貸す必要はなさそうだね。装備してからまた声をかけとくれよ。じゃあ、はい。砂ざらし。まあ。はーい。うまく滑れないときは盾を変えるなり余計なものを外すなりいろいろ試してみてこれよ。見とくれよ。はい。そっか。盾サーフィンができる状態じゃないとダメだから、ゴツゴツした盾だとちょっと滑れないというか砂ざらしに乗れないってことか。ウェーイ、はい、よし。というわけでじゃあまずはカラカラバザールを突っ切ってここかな。この黄色いピンのところを目指していきましょう。砂塵に突っ込む勇気。はい。さ、マップがさっぱりわからなくなったけどピンは映る。スタンプもさっぱりわからなくなりますね。わー、これだけもう祠クリアしてきたんだと思うとなかなか驚き。まだやってない祠もすぐわかる。ありがとう、サジン。よし、熱い。鉢がね、一つでは耐えられない。なんだって？確か、ひんやりフルーツパイ、対処効果レベル1。これを足すことによって、よし。砂漠の暑さはやっぱり、一段階違うね。よし。いるいる。なるほど。これは、どうしよっかな。チューリーがいるから、行っちゃおうかな。あ、そういえば上昇気流中に、待てよ。でも今回上昇気流のダブルジャンプってできるのかな。あとチューリーがめちゃめちゃ上昇気流に乗ってる。強制的に上に上げられてる。ちょっと難しそうだけど試してみようかな。前作ではね、空中にポカポカそうのミオを持ち上げてっていうか浮かせて、さらにそれを燃やせば空中で上昇気流発生させたりとかできたんですけど、いけるかな。まず弓も装備しないと。
よあれ、どこ行った？ん？消えた？どこか遠いとこに行った？見当たらない。ないじゃん。おう、転がっている。え、食べる気なの？ポカポカそうの実。食べた。食べるの遅。かわいい。しかも別に喜びもしない。ちょ待って、空中で落とした方がいいかな。ポイって投げるとその前進する力があって、どこにポカポカそうの実があるかすごいわかるんだ。鼻がいいね。じゃあここでアイテムを落とす。このメニュー画面から落とせるはず。うん、便利。よし、ドン。あー、一応上昇気流できるけど空中でっていうわけにいかないのか。前作ではこうやってさらにね、ダブル上昇気流で上に上がることもできたんだけど。なるほど。あ、だしまった。まあまあいいでしょう。うん、今日声が変だな。いや、いつも変だけど。あ、これはえい、ぐるぐるドーン。確か電気の実でもいいっていう話だったな。よっ、おー、ダメージはまあまあ。うん、あれ、そっちじゃないの？まさかの優先順位がちゃんと体力低い方を狙っている。硬い。うん、これどんどん火炎の実を投げたらいいんじゃない？あーっと、まあいいや。よし、オッケー。お、焼きポカポカそうの実、カリッと。今すごく食べたいものじゃんこれ。食べます。よし、じゃあとりあえず敵をしばきに行くか。これは届くかな。ギリ届かない。よし、オッケー。砂塵の中は敵に発見されづらいとかあるのかな。足音もどうなんでしょう。これだけ砂嵐がすごかったら足音なんだか逆に聞こえなくなっちゃうと思うけど。逆にってなんだ、普通に聞こえなくなると思うけど。今俺の声がおかしい理由が分かった。寝起きだからだ。寝起きでやってますからこれ。頭も働いてない。これは困ったね。お肉音立っちゃうしな。まあでもやむを得ないか。あっと、バレた。バレたくないやつにバレた。よし、オッケー。戦線離脱。あーっと、
まあよし。わっと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 。まさかの足を踏み外す。よし、落ち着いていこう。お、わあ、いきなりなんか綺麗な景色。砂塵の中からだとちょっとよくわからないところも上から見ておけばある程度は判別できる。よし、投げちゃおっと。チャンス。あれ、間に合え。あれ、ちょ、間に合わなかった。あ、警戒してたのかな。まあしょうがない。よし、くらえ。いいよ。お、岩ブーメラン、これ投げられるの。まあ、今のザザザザザって音は何だったんだ。出てくる時の音か。えい、よし。さてと、あれは嫌でやっつけちゃおう。ちょっと狙いづらいけど、えい、あれ、ダメだ。よし、攻撃力ご利用し。あ、気づかれたかな。しゃがんでるからって、一応さ、あの草むらに隠れるっていうか身を隠すってことが一応効果があるってことは確認したんですよ。あれ、向こう向かない。困ったなぁ。そういえば宝箱サーチとかも反応しないのかな。よし、オッケー。ゲルドの両手剣、なかなかいいもの持ってるね。素で持ってるだけだったらいいけど、何か素材がついてたら敵も攻撃力は上がるってことかな。この砂塵の中にコログがいるかどうかまだよく分かってないんだよね。ビリビリハーブ、そしてビリビリだけ。よし、帯電効果結構ありがたいですよね。レベル3になればもう普通のビリビリ玉ぐらいだったらノーダメージで済むし、雷電グリオークの攻撃もかなり下げることができる。よし、あ、そっか、マップ使えないんだった。まずはここが黄色いピンを打ったところだから、ここから南の方に行きたいわけだ。太陽が見えてるわけなんだからこっちか。あ、砂ざらしちゃん忘れてた。さすがにまだいるでしょ。おーい、砂ざらしちゃんがおらんくなった。まだそんなに
100メートル程度しか離れてないぐらいなんだけど、消えるの早いな。相変わらずいないよね。上から見下ろせば分かりやすいのかも。あのご飯置いてあると勝手に歩き回るっぽいから。こんなところに岩が。岩とかさ、砂にすぐ沈んでいっちゃうようなイメージがあるけど、どうなんでしょう。ザラシちゃん、いないな。しかし中途半端なこの一瞬しか見えないっていうのが。いない、いないね。お、宝箱が反応してる。しかしこれは残念、砂ざらしちゃん借りてすぐ使えなくなってしまった。高いところに来たら来たでさ、遠目は分かりやすくなるけど真下は分からないね。下の方ほど砂塵が濃い。よし、じゃあ次は青いところ、ここか。まああの辺りは岩場だから無理かな。砂ざらしも、遺跡。お、砂漠の裂け目。なぜ砂漠にこんな裂け目が。遺跡が落ちてきた、それとも現れた。またピヨピヨ小鳥ちゃんが。そういえばさ、あの狼たち、あれ前々からさ、色なんかちょっと黒いなとか言って思ってたけど、あれ新種、新種っていうか写し絵で撮れば新しいやつかもしれない。あ、ラッキー、素で見つけた王家の槍。まさかの、ここはゲルドの槍じゃないのか。これは置いてっちゃおうかな。よし。暑さガード、そういえば、あ、今はもう夜か。よし。はっ、わ、寒っ。ここで鉢金から雪よけの羽飾り。で基本的にはどっちかっていうとこうして、こう、これで昼も夜も大丈夫で、あとはブーツ。前作ではサンドブーツっていう、砂の上でも速く走れるというか足が遅くならないっていうアイテムがあったんだけど、それをつけて動くっていうのが砂漠のファッション、実用的なねやつなんだけど、まあ今はサンドブーツがないから、まあ代わりにね違うものをつけていきましょう。防御力上げ上げでいこうかな。うわー、変なファッション。まあ夜は寒いからね。はい、お、ギブドさん。よっ、あ、風が強い。あとはルビーロッドでーい。とりあえずどんどんギブドやっつけるか。よし、何か剣とか刺さってるからちょっとアイテム取りづらい。いいぞ。
おっと、頑張る。よし。特にコログっぽいところはないな。よし。じゃあこれはスピードアップしていこうかな。おっとっと、なんだそんなちんまりと。ちょっとかわいいところだが、えい。おお、ん、うん、なんか今ちょっと違うところから音が聞こえたような気がするけど、気のせいか。よし、氷はどうかな。あ、氷でも十分ダメージがでかい。うん、何かしら属性攻撃を当てればもう十分ってことかな。これで、えい、明かり花の種やり。あ、一応白化してる。なるほど、じゃあいいか。なんだかもともと死んでるようなやつが凍ったまま死んでるとよくわからないな。うん、一応上登ってみようか。おっと、ほう、何か、おっと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 、うん、大丈夫っぽい。風が強い。うん、遺跡編普通だね。いい月。よし、あとちょっと待ってください。ちょっとイヤホンが、端子がうまく刺さってないのか、音が出てないので少々お待ちください。はい、というわけで戻ってきましたが、ちょっとあんまり変わらないかな。あ、良くなった良くなった。うん、刺し直したらいい感じになりました。皆さんからはあまり分かってないと思うけど、うん、オッケー、よし。っていうか普通にポーズで止めておけばよかったね。移動力アップがだいぶ時間が減ってしまった。うかつ。お、さ、裂け目の奥。うん、よし。砂塵のせいで音がおかしいのかなって最初思ってたけど、単に差し込みが悪かっただけぽい。王家の剣、かなりいいものだなこれ。どうしようかな。うん、ルビーロッド置いてっちゃおうかな。よし。といってもこの辺りで敵の攻撃を避けてなんとかするっていう相手があまりいない気がするけど、まあいいか。うん、よし。お、
青いピンと黄色のピンは回収してある。赤いピンはこの辺りに打ったような気がするけど。ぐるっと。緑。あれ、赤どこだっけ？ぐるぐるっと。はははははは、じゃないよ。あれ、あった。うわ、ちょっと。希少イワロックの兵士の剣でいいや。はい。はい。戦ってるとさ、また方向がわからなくなる。赤こっち。さっきの裂け目、ああピンを消すことができない。まさかの。あ、遺跡のところに置いたのか。そっか、裂け目じゃない方か。いいぞ、ちゃんといいところにピン打ってる。お、なんだこれ。コログだ。あ、一応叩ける。かなり風が、おちょユンボ邪魔。おー、危ない。見つかった。よし、ちゃんと砂塵の中に。おえー、何これ、宝箱は中に入っている。下から来れるってことか。それか硫酸に飲まれてみたいな。今更だけどさ、あの眺望台で先にマップをゲットしたけど、砂塵で全く意味がないなと思った。おっと、高さ的にはまだ砂塵の中か。まあでもコログが見つかったからいいかな。ただし宝箱が取り方がわからぬ。なんだあれ。え、いや待って、いやマジ待って、何あれ。モスマンだー。え、普通にモスって書かれててびっくりした。モスギブド。カックーダさんの何か違うですか。俺がめちゃめちゃ太陽の盾を頑張って取ったのが残っている。よし、モスギブド。ギブドの羽、ギブドの肝、骨、砂塵と共に現れた魔物。ギブドが羽を持った種で移動能力が上がっており、空から敵視したものを襲う。非常に頑丈な外皮を持っており、物理攻撃を受けても簡単にはひるまない。反面、炎や雷などの攻撃を受けると白化して脆くなる弱点を持つ。なるほど、そう言われると普通に弓で撃ってみたくなる。おお、一応倒せるっていうか撃ち落とせる。よし、やっておしまいなさい。うわー、ピクピクしてるのが気持ち悪い。意外とダウン時間長い。よし、おー、撮影はできない。ギブドの羽、光の加減で不気味に輝く羽。武器や矢につけると風を受けて遠くに飛ばせるようになる。また虫と煮込んで薬の材料にもなる。飛んでる時は結構目立つから、ありがたいといえばありがたいが。よし、お、
宝箱ではない、箱だ、薪、油壺、珍しい。キャラバン隊が置いていったのかな。うん、ぼっくりジャンプで一時的に砂塵を抜けることもできるわけか。そっか。しかしここはどうやって行くんだ。下から行くっていうのが基本だと思うけど、何かスイッチがある。近くに流砂がないかチェック。よし。砂漠の裂け目からこの辺りからこう来る。そっか、洞窟ありそう。しかしゲルドの町からっていうのもありそう。この辺りか。行ってみるか。さてと、忘れてた。洞窟らしき入り口。なかなかこれは大変そうだな。もう昼か。鉢金だけではダメだ。暑い、砂漠は暑い。対処効果、だいぶ長いやつ使っちゃったな。いやー、これはなかなか厳しそう。もうちょっと分かりやすい入り口があってもおかしくないと思うけど。さて、北の方に戻ってきたけど、洞窟らしきところはなかった。あ、これは、あれ、これさっき持ったか。持ってないかも。まあでもいいや。さすがにちょっと歩きづらいな。この辺りも下に落ちる。ここか。弓で撃てば。一応ああいうのって中見た方がいいのかな。かわいいなあいつ。ぴょん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 。バレた。おお、入りづらい。ああ、そっか、こういうところに通れるフコログがいるかも。なるほど。砂塵の中でコログはなかなかきついな。よし、じゃあまた降りて、こっち側、洞窟とか入り口がないかチェックしながら。
そのまま行けそうな感じじゃないな。これは結構難題。どこかしら地下から上がってくんじゃないかなって思ってたけど、反対側にもなさそう。なるほど。さてさて、これは困ったぞ。宝箱は一旦無視してストーリーを進めて、砂塵がこの辺りから消えてくれるなら結構違うかも。ゾーラの里でもあったように、メインストーリーとかメインチャレンジを攻略しないと入れない場所があるとか、そういうパターン、泣きにしもあらず。お、人が入れるほどではないな。さあ、見覚えがあるところに戻ってきましたが、結局宝箱の取り方は分からなかったな。普通に何かスイッチとかそういうものが置いてあるかもだけど。さ、砂漠の裂け目を南の方に向かっていき、これは、敵がいるはずだけど、なんか静かだな。おっと、これは飛び出てズバズバッと、今じゃよし、いいぞ。これは先にクロリザを仕留めて、お、気づいてない、ラッキー。そいや、おー、砂塵の中じゃないから、なんかすごくクリアな感じがする、視界が。いや、そのままだけど。わあ、いっぱい溜め込んでるね。よし、さっきのところかな、これは。お、あの謎キノコ岩が結構ある。なんだあれ、ここが気になる。ゲルドの町はともかく、ここか。ここはなんでスタンプ置いてあったんだっけ。硫酸じゃないな、普通に怪しげなところだからスタンプ置いたのかな。あ、さっきの焚き火とかかな？こっちは流砂だよね。ここなー、ここの宝箱。宝箱マークをつけるっていうのはかなり久しぶりだが。よし。ここのピン消えないね。じゃあ手動で消して。青いピン。水色のピンかの方に行こうかな。
その前に、うん、敵があまりいない。黒ボコがいる。うん、逆に白銀ボコブリンとかはちょっと少なめだね。基本設定として黒ボコ青ボコが多くて、白銀クラスは逆にいないというか、リザルホスが担当してる。よし、迷子。確か西の方に行きたかったんだよね。ああ、余計なやつが。近い、めっちゃ近い。よし、ん？あったあった、よかった。そこそこ方向感覚が間違ってなかった。ふう、言うほど早くはないが、まあいいでしょう。ドーン。よし、ユンボを強化してほんとよかった。あれ、嘘、さっきはこれでやっつけたのに。わあ、いっぱい出てきたな。皆の衆、やっておしまいなさい。よし、いいよ。まだ生きてる。シドはなんかいろんなところでちょっと攻撃力が足りない。しょうがないけど。うん、ここにもあるな。こうなると何かここにスイッチとかあるんじゃないかなって気がしてくるね。コログはいない。ソリ。ゾナウ文明の遺跡だからゾナウギアが置いてある。これを使って進んだりとか、バネを使って一時的に高いところに飛んで砂塵を抜けるとか、そういう感じかな。お、ぬ、どこじゃ、後ろじゃ。ぬ、さらに、ん？どこ行った？どこ行った？上か？音を聞きはぐったぞ。あった。上かな。よし、長い旅だった。
マップが見えないんだ。こういう遺跡にはコログが1体ぐらいいるかもということが分かった。うん、あとは宝箱か。うん、白化させれば威力20ぐらいの攻撃を何回か当てる程度。そんなに体力は低いわけではないな。やはり何かスクラビルド済みのやつで叩く方がいいかもね。よし、じゃあここは OK。 あとはソリ使っていこうかな。あ、扇風機あるじゃん、ラッキー。じゃあこれに操縦桿を出して、よし、ちょっと待って待って待って、下か。なかなか決体なところから襲ってくるな。諦めた、まさかの。帰ってっちゃった。あとは宝箱どうやって取るかだな。お尻につけようかな、これ。いやー厳しいか。やっぱり上につけようかな。これをブループリントで登録しておけば楽に再現できるけど、まあソリと扇風機とあと操縦桿か、こういうのいらないかな。珍しいから取っておいたけど、あまり使う機会もないし。めちゃめちゃ、そういえばヘリコがいれば何でも OK じゃんとか言って今思った。今雰囲気出すためにソリ使うけど、じゃあこれはいらないかな。よし、これをポイッと。いや持ち上がろうとしてる。よし、あ、緑のピンはホームとしてカラカラバザールに置いといたんだ。あとはここ、だいたい砂漠の裂け目はできたけど、宝箱の取り方がわからない。これは困った。まあ大体、OK と言えなくもないかな？いやでもな、本当に、宝箱がわからん。一応ここまでは足を伸ばすか。カラカラバザールは、水色のピンにしておこう。わあ、なんだって？珍しい。というか、久しぶり。上昇気流で。よし。めちゃめちゃ立ってる。そうはなるか？ならんだろ？よし。あれ？うそー、こんなちっちゃな騎士の剣で前に進めないとか。よーし、あれ？場所を見失ったぞ。うそー、遺跡があって、OK。
待てよ、ここの扉、あそこから飛び出すと何かこうパカッと開くとかそういうこと？向こう側に、ちょっと待って、何か、ん？なんだろうあれ、何かができそうな仕掛けがある。矢を打ち込んでみるか。カツーンとか言って、電気の実を当ててみるか。音は鳴るけど、何かをあそこに当てればなんかいけそうな感じがするね。なんだろうこれ、きらめいてるから何か電気系統かなって思ったけど、よく見たらここにマークがあるな。読めない、読めないけど、何か宝物庫的な何かが書かれてるのかな。ここから読み解くに現時点では何ともできない可能性、これはいわゆるチューリーたちの能力みたいなものが必要なんじゃないかな。だからゲルドの族長の力がないとダメみたいな可能性。なるほど、それならまあガテンがいく気がするな。洞窟がない以上は下から入れないし、あの怪しげな模様があって今そういう結論になりましたけど、こっちか、ドーン。ギブドちゃんはバシバシやっつけたい。あれ、はい、引けなかった、残念。よし、ソリが勝手にどこかに行ってしまうちょっと待って、結構思ってるか早い。止めておけないんだよな、サイドブレーキとかないでしょうか。ようやくたどり着いた。お、監視場所っぽいな。そっか、前作ではここからメインチャレンジが進行した場所だな。カバンダ君一応話しかけるけど、はい、ここはちょっと邪魔じゃないかな、さすがに。もうちょっとだけ離れたらいいんじゃないの。寒さ？いや、寒さ以上の問題がここにあるでしょ。看板が見れないよ、ここは。そっとしておく。ここに立てたらまるで榎田社長の、なんていうか、その拠点みたいになっちゃうじゃん？あ、鍋発見しちゃった。鍋発見しちゃったってなんだよ。お。ゲルド砂漠監視所26、記録者、ソープ。これは、前作もソープさんだったかな？ここしばらく砂漠は平穏そのものだ。遭難者は出ない。魔物や賊の襲来もない。喜ぶべきことだが、私の任務は、砂漠を常に監視し、見つけた異変を報告すること。何も異変がないうちはやることがない。かといって、ここを離れるわけにもいかない。いくら大切な任といえど、退屈はするものだ。本当にこの上ないことなのだが、
なるほど。平穏な時は暇で暇でしょうがないってことか。しょうがないな。そういう任務だしな。ここがお役御免で閉鎖されることになった。私のぼやきが過ぎたのかと内心焦ったが、どうもそうではないらしい。今度カラカラバザールに町と連絡を取るための灯台なるものを設置することになり、砂漠の監視と異変の報告というここの役目も引き取ることになったそうだ。灯台は多少の砂嵐で視界が悪くなっても機能するよう巨大なものが作られるとのこと。急な砂嵐で遭難してもカラカラバザールの位置だけはわかるようになるだろう。きっと多くの人々が救われるようになる。新しい取り組みを歓迎しよう。今日でこの監視所に詰めるのも最後だ。いざお別れとなると寂しいものがある。次の仕事に私は南のオアシスに新しく作られる訓練所の監督役を任されることになった。ふむ。兵を鍛えることでより直接的に砂漠の安全を守る手伝いができる。大変光栄だ。砂漠を長く観察して蓄積してきた知識と経験を今こそ活かしてみせよう。おお、いい話。この監視所は役目を終えたんだね。いろいろ暇つぶしのための本とかが転がりっぱなしですけど、役目を終えたんだからちゃんと片付けていきなさいよとか言って思うけど、こういうカーテン一つでなんとかなるのかな。砂を防ぐために窓っていうか木戸みたいなやつがあってもいいと思うけど、まあそのあたりはゲルドの文明があるんだろうな。ここで寝ることもできる。でも今は体力減ってないからいいか。よし、じゃあ一応上見ておこうかな。コログチェック。ああコログだ。ちょっと待って、あれさ、出てくるときデーンって音鳴ってたの知らなかった。デーンっていうかバーンって感じだけど。よしよし。さあコログを見つかったし、しまった、上の様子を見るつもりが。お、フロドラさん、いまだに笑うメガネ岩が分かってないからな。あれからね、いろんな角度から見ようと、というか写し絵で撮ろうとしたんだけど、残念ながらって感じだったね。おー、いい景色。わあ、なんかいる。あれはモルドラジークかな？巨大な砂クジラ。まあ、ムービーで見たから、皆さんわかると思いますけど。ここは、モルドラジークの生息域。あとは、なんか、ズドンってなんか響くぞ。なんだろう。気のせいかな。いや気のせいじゃない。何かこう響いたぞ。前作でもね、地響きを鳴らしながら歩く巨大なやつがいましたけど、ここはここはまだ行ってないね。ここは前作でいう砂ざらしラリーをしたところかな。パフューさんとシャボンヌさんだっけのタッグがリンクを待ち受けてましたけど。あ、また響きが。あいつの音か、音っていうか振動か。なるほど。顔出すかな？手待ってるとまあ、やらないんだよね。
意外とやらないわ。とりあえずあいつが多分顔出すたびに振動がプルッと来る。あーもう我慢できない。あー見ました今ちょうどいいところで双眼鏡っていうか望遠鏡を引いてしまったけど、あいつが飛び出す時の振動か。さすがに地中に埋まってる間はダメなのかな。どうせ戦う時に写し絵撮るとは思うけど、うん、あれがモルドラジーク。くー、待ってるとダメでもうやめようかなと思うと飛び出てくるんだよな。さっきあの辺りで跳ねてたはず。お、出たー、モルドラジーク。ちゃんと透明からでもわかる。おー、ユーマっぽい。モルドラジーク、取れる素材はモルドラジークの背びれ、顎骨、顎骨、肝、顎骨ね。さ、砂漠の地中に住む、あ、潜むクジラのような巨大な魔物。普段は地中に潜っているが、音を察知すると地上へ飛び上がり大きな口で食らいついてくる。出会ってしまったら迂闊に走り回るのは危険だ。うん、前作では簡単な退治方法があったけど、今作はどうかな。うん、よし。さあこれで、カラカラバザールの西にある砂漠の裂け目はまあ一応見たには見たけど、気になるポイントが何箇所かあったけど、まあいっか。一応ゲルドの町までは行くべきなのかな。前作では祠がここにあったんだけど、中心にあるとなるとちょっとなんていうか行きづらいですよね。上から行っちゃえばなんとかなるのかな。ゾナウマシンを使えばできなくもないけれどっていうところか。ここは行ってない。よし、じゃあ今回はここで一旦区切っておいて、次回はこの辺りから西に進んでゲルドの町にたどり着くというところかな。ちゃんと中に入れるかどうかわからないけど、入れなかったら話にならないから何かしらイベントはあるんじゃないかなと思います。一旦ちょっと あれだよね、灯台、砂塵の中から見てみようかな。あんまり見えないじゃん。思ったよりか全然見えないじゃん。砂塵の中からランドマークになるかと思ったら、道理で方向感覚わかんないわけだ。肝心の灯台が機能してない。困ったね。それ結局違う鳥とか獣は見なかったな。砂漠は過酷な場所です。しまった、今終わろうと思ってたけどすっかり忘れてた。俺が支えてあげないといけない人が。あと鍋忘れてた。とりあえずここに差し込めそうな、これは相変わらずここにスポット入れるのが難しい。よし、足元もちょっと不安定だな。じゃあこれでなんとかならないかな。ちょっと傾きが怪しい。じゃあこれで。
はーい、よし、ギリなんとかなった。立ってるー、よかったよかった。ふう、はーい。お、レベル2、嬉しい。はーい、いってらっしゃい。うん、まあこういう拠点近くだったらギリ支えててもちょっとおかしくはないかなって気がするけど、すごいガッツあるな。どんなに暑かろうと寒かろうと支え続けている。うん、というわけでお料理タイム。料理もさ、もっとシンプルさを取っていかないとダメだよね。とりあえずこれは食べて、一種類ずつ何か入れてって新しいものができるかどうかチェックとかはどう？金のリンゴだけだったら確か、どうだったっけ、忘れちゃった。煮込み果実、なるほど、これは煮込み果実。トマトはトマトスープだっけ。いちご、ビリビリフルーツ、ひんやりメロン、剣バナナ、ポカポカソウの実は特別にあるんだよな。あとはメラメラ効果とかも果実だった気がするな。電気の実はどうだったろう。ゴロゴロ煮込み果実、雷雨に伴って攻撃が強くなるゴロゴロ効果。そのまま食べても美味しいフルーツを山盛り入れて煮込んだ甘酸っぱい料理。雷雨時電気攻撃、雷雨時電気攻撃、なかなか使いどころがわからない。うん、自分でその雷雨というか雷製の武器を持って、それだったら別に電気攻撃もともと使えるな。輝きの実、これはやったことがないかも。煮込み果実、普通すぎてびっくりする、何の効果もない。爆弾花、微妙な料理、食べられなくはないんだ。煙だけ、これは味はとても苦く食べられたものではないと書かれているが、料理ポーチがいっぱい、はーい、食べます。微妙な料理、うえー、お腹爆弾になっちゃうよ。あ、違う違う違う、料理ポーチが少ない状態だときついな。でーん、混乱花、食べたら良くないと思いますけど、うん、食べます。あとは水飲みは OK。 トリュフ、これは分かりやすいよね。串焼きマックスキノコ、違う、マックス串焼きキノコ、ガッツだけ、頑張りだけ、キノコ類は OK。 かぼちゃ、人参は山菜になるはず。頑張りそうだけっていう料理はあるんだよね。新しく入った素材は単品で何かができるかも。日だまりそば何回もやってるな。あとは肉、蜂蜜、あー蜂蜜あるわ、前作でもあった気がする。頑張り蜂蜜飴、頑張りゲージを回復させる効果。巣から集めた蜂蜜を煮詰めて固めたほんのり甘い栄養満点の天然キャンディ、これは前作にもあった気がするな。119番、蜂蜜リンゴの次。うん、よし、せっかくだからちょっと舐めちゃおう。いや、ガツガツガツっていくものなの、すごいね。
よし。米だけだと確か何もなかったんだよね。微妙な料理。うん。米を炊くだけで微妙な料理になってしまう。なんだかちょっと不思議な感じだが。チーズだけやったことない。微妙な料理。あとは香辛粉だけ。調味料系はダメかな。油だけだよね。あとは闇の塊だけも確かダメだったはず。料理と一緒に使わないといけない。アメちゃんが作れただけでも良かったと思うべきか。岩塩だけでもダメと、待てよ、きび砂糖何かできるかも。あ、ダメなんだ。へえ、きび砂糖ダメなんだ。蜂蜜すごくない？逆に。小麦もダメだよね。小麦と砂糖とバター、いわゆるケーキセットだけでやってみる。微妙な料理。何にもならない。パイ生地にすらならない。じゃあさっきとミルク加える。ホットミルク、そうはなる。これと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 こう、ホットケーキ的な何か。でもやるなら蜂蜜？きび砂糖おかしいか。はい、エッグタルトになりそう。何これ、プレーンクレープ。薄く伸ばした砂糖入りの生地を焼いたデザート。素材の味が生きるシンプルな一品。どういう料理っていうかレシピよ。わからん。これがこうだから、卵入れたってことだよね。この5つの素材のうちどれを使ったらプレーンクレープになるか、わからないけど、そういうこと？右のこれを見るにバターがいらないのかな？卵とミルクと、あとは砂糖入りの生地って書いてあるから、きび砂糖は必要。当然、小麦も必要。だから、卵、ミルク、小麦、砂糖に、何かを足すって感じか。よーし、よかったよかった。新しいレシピができた。プレーンクレープいいね。プレーンっていう割には結構美味しそうだな普通に。よし、さ、というわけで料理も、まあ串焼き魚のことはちょっと一旦忘れておいて、新しいのもできたのでハッピーな状態で終わりたいと思います。じゃあ今回はここまでにしておきましょう。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。